はい、みなさんこんにちは。こんにちは。こんにちは。なすかそのペアルック。いや衣装や。いや、ビジネスカップル狙ってんのか。これ着ろ言われてん、こっちは。着たくて着てるわけじゃん。いや、私もこれ着たらなぜかなんか隣になんかベージュと白と、しかも靴まで。靴も白いし。あ、そうや。何ねこの雪ぴったり。ちょっと黒く合わせてるしな。黒。確かに黒。黒なのそのヨシー先生。黒でしょ、どっちかというと。でも残念ながらね、ちょっと分け目が逆なんで。あ、ちょっとここでシミラーになっちゃう。そこすいません。ええねそんな。ほんで、はい、で今日は何ですか。はい、はい、こちらですね、今お二人の前にご用意いたしました、はい、タドウェイの新作パッケージセット、女性向けクラブセットですね。ではご用意いたしました。おお、これ私が1年目の時に初めて撮影に参加させていただいた。皆さん覚えてますか、このタドウェイレディースセット。2022年6月の動画です。1年目のでこうやったもんね。こうでした。もう今こうやった。いや違う。調子乗ってるわ。こういうみたいな。あの時は、新色が発売されたということで、そうでしたんですが、今回はもうフルモデルチェンジです。すべて新しくなりました。変わりましたよね、デザインが。確かに。かなり。まずもうすごくね、カジュアルでおしゃれな感じに変わって、はい、バッグとかもそうですし、色味とかもね、シンプル。シンプルになりました、ね。シンプル、うん。いい意味で普通。そうなんですよ。全員受けするというか。幅広い方に使っていただける。そうですね。しかも結構ポケットもありますね。うん、使いやすそう。収納力抜群なんで使いやすいなと思います。で、今日はこちらを、はい、お二人にちょっとレビューしていただこうと思います。まあ、メインはこっちでね。メインはそうですね、もちろん花火なので。まあ、色もねちょっと違うし、そうですね、でクラブも、変わったところがね、前作と違うところがあるんで、それをお伝えしながら、はい、花火のショットも見ながら、はい、やっていこうと思います。お楽しみいただきたいと思います。どうしよう、どっち打ちますか。どっちがいいですか、花火。ブラックと一応ピンク。まあ別にバラバラでもいいよ、うん、あ、じゃあブラック。誰が黒や。入れてんのかおい。どっちからいく。じゃあピンクで。ピンク、はい、のドライバーですね。はい、では早速打っていきましょう。はい、行きましょう。レッツゴー。はい、ではハラミ、はい、ドライバー、はい、まず打っていただきましょう。こちらですね。いいデザインですね。結構可愛い感じで、そのピンク色のところ、ブラックの方はシルバーになってるんですよね。そうですね、はい、ちょっと変わってます。一応クラブの長さが 43.5 インチ、ロフト角が 12.5 度、シャフトはオリジナルカーボンの L シャフトになっております。グリップグレーなんですね。ですね。うーん、ピンクとグレー可愛いです、うんうんうん、調和したデザイン。おーってなんじゃ。じゃあ打っていきたいと思います、はい、1球目です。200飛ぶからね、普段。ちょっとやめてください。200いくかな。え、ちょっと怖い。おお。お、いいんじゃない。おお、200いった。いきなり飛距離103ヤード。よいしょ。よかった。おおお、いいじゃないですか。え、でも当たり結構良かったですよね、今。うん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 、うん、いいとこ当たってる。おお、素晴らしい。え、これで200飛ぶんですか。十分やね。はい、全然レディースでもいい感じします。さすがにターゲット層はね、うん、もうちょっと、まあ、飛ばない人で言いますか、うん、170ぐらいまでかな、うん、やっぱりそれ以上飛ぶ人はやっぱりちょっと別のモデル、うん、シニアの向けのドライバーとか市販のレディースのドライバーに行った方がいいと思いますけど。そうですね、まあ、今回のターゲットでいくと、ビギナーから中上級者向け、はい、まあ、ワンランク上の中級者ぐらいまでは幅広くこう対応するコースになっていると、はい、いうのが特徴。あくまでも初心者向けではないよというのは皆さんにお伝えしたいと思います。そうですね、結構球も上がりやすかったイメージですね。あ、そうなんですよ。それが ね、今作のこのドライバーの特に変わった特徴で、うんうんうん、今回からパッケージセットとしては初めてクラウンにカーボンを採用しております。うーん、あ、確かに。それ以外の部分に関してはあのチタンボディとかチタンフェイスなんですけど、ちょっと光沢のあるね、あのカーボン仕上げになってまして、はい、でプラスで、スクリューウェイトが後方に 2g、これですね、はい、はい、あります、はい、この2つの組み合わせによってより低重心になってボールが上がりやすくなったというのが大きな特徴となっています。ヘッドの大きさもね、前のよりちょっとね大きくなってますよね。そうですね、若干ですが大きくなっているので。びっくりなのがね、はい、クラブの重さがね意外と重たいんですよ。これね、そうなんですよね、約 285g ほど、ややずっしり感がある。やけど振ってる感じ、重たい感じないよな。全然ないです、振りやすいです。バランスが全然出てないんですよ、C4.5 で出てへんので、はい、市販がだいたい260ぐらいなので、はい、重さがだいたい10から20ぐらい重たくはなってるけども、うん、その重たさ感じないっていう、すごい振りやすくなってるんじゃないかなと思います。
ちなみにこの重たさってどういう人に効いてくるんですかね。でも振ってる感じないから、だからあんまりスピードを出そうとしなくても勝手に出ると思ってください。あーなるほどなるほど。シャフトを短くしたら普通バランスが出ないんですよ、うんうん、でもっと軽くなるのが多分ヘッドをちょっと重たくすることによって若干この C4.5 っていう女性が絶妙に振りやすいバランスを取っていってるんだと思います。全体的に調和が取れてるわけですね。そうシャフトが 43.5 なんでね、だいぶ短くはなってます。短かったらミート率良くなりますよね、うん、それによるんじゃないですか。ちょっともう一回打ってもらいましょう。え、ワンサイダー GI は出してますよね。だってワンサイダー GI は北村選手だった。わかんない。ワンサイダーグズグズや。ちょっとね、もう一回打ってもらいましょうか。はい、でもハラミンで200飛ぶってことは飛ばないドライバーではないですね。うん、しっかり全然飛びます。距離は出ますね。はい、もう一回210を、頑張ります。いきます。220でもいいよ。ちょっとそれは無理です。おお、いいですね。相性素晴らしい。お、また200超えた。素晴らしい。安定してますね、飛距離も。珍しい。そうです。え、珍しい。2球連続で200超えるの珍しい。まあ、確かに190いくつとかも結構出ちゃいますね、うん、え、すごい。優しいドライバーにはなってるけど、まあ、飛ばないわけではないんで、うんうんうん、そうですね。しっかりフェースがなんかこう上向いてくれる、打ちやすいですね。いいんじゃないでしょうか。うん、幅広い方に使っていただけると思います、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、フェアウェイウッド、はい、フェアウェイ、ピンクでもブラックでもどっちでもいいよ。じゃあ次ブラックで、うん、ブラック一応表記では4番、はい、ロフト角17度です。はい、でこれも前作と比べて球を上げやすくなっていると。そうです。今回なんとシャローフェースになりました。シャロー分かりますか。はい、行きましょう。ごまかしたかった。シャローフェースは要するにこうフェースのこう縦の幅っていうのが若干そう狭めになってるんですね。確かにここの接地面が、うん、そうそうそう、ソール部分がすごく大きくなってるんですよ、うん、前作と比べて。でフェースの縦の幅を狭くすることによって横がちょっと広くなります。で重心も低くなります。球上がりやすくなりますっていうのがシャローフェースです。はい、で前作よりも球が上がりやすくなったと思ってください。はい、確かに構えやすいですね。さあ優しくなってるんでしっかり一発目から打ってくれると思います。さあどうぞ。いや、いいミスでしょ。いや、でも今のミスやと思ってるけど、距離見て、距離見て、距離見て。え、176? ほら、結構飛んでる。え、でもこれがミスがミスじゃない。え、これミスで終わるんですか。え、でもミスじゃないと思うんで、ほら見て。めっちゃ私手かぶってる。割といいとこに当たってる。確かに、そこまで。確かに。カメラ目線。はい。まあ、確かにそこまでトゥーよりヒールよりみたいな感じで。そう別にあったわけではない。そこまで変な当たり方じゃないから、おうおうおう、ちょっとトップしちゃった。そんなにオーバーリアクションするとこじゃないかね。じゃあこれもう一発で決めたわけですね。はい、まあ、多分トニーは不満やと思うんで。フェアウェイウッド苦手なんです。ですよね。はい、めちゃくちゃ苦手です。おお、ナイスショー。お、苦手と言いつつちゃんと飛びますね。178。お、安定して飛距離出ますね。うんうんうん、今日調子いいですね。調子いいですか、うん、若干トップ気味ではあったんですが。撮影してるんで忘れるか。若干トップ気味ではあったかなとは思うんですけど、それでもしっかりボール飛んでくれるし、うんうんうん、ちゃんと上がってるし、確かにうちら近くの今の低かったんですよ、うん、11.9 で少し、17度のクラブに対していくとちょっと低く出てるんですけど、まあ、優しくなった分ちゃんと距離いってくれてるから、うんうんうん、ちゃんと球もなんか思ったより上がってます。そう、はい、それがコンセプトなんでね、このクラブの。そうですね。じゃあどんどん行きましょうか。次はユーティリティ で、はい、でユーティリティも今回同じようにシャローになってると。そうですね、ウッド型になってより構えやすくなった。で次はピンクです。次はピンクです。はい、で結構これ構えた感じ、うん、なんかレディース用とは思えないくらい 重いです。おー、重さがある。なんかもうちょっと軽いイメージなんですよ、レディースって。一応ユーティリティは5番を入れてるんですが、クラブの重さがおよそ 321g。 それは重いですかね、軽いですかね、どちらですかね。ちょっと今調べてもらってます。はい、少々待ちを。はい、じゃあ行きましょう。はい、5番ユーティリティですね、26度。はい、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 あー、なるほど。ハラミ、おめでとう。ちょっと重たいっすわ。ちょっと重たい。30g ぐらい重い。
なるほど。今天の声入ってますけど大丈夫そうですね。だって皆さん聞きなじみのある声ですからわかりますかね。じゃあ打ちます。はい、ハラミの感覚でちょっと重たいと。はい、いいじゃない、いってきるやん。おお。え、170？ まあちょっとこの機会ね、あのランがユーティリティまあまあ出るんで。あ、なるほどなるほど、まあ、キャリーで150ちょいぐらいと思ってください。うん、まだ158です。でも振ってる感じ、重たい感じはあります。合わないです。ないです。多分このシリーズ、重量が比較的ちょっと重ためなんですよね。全体的にそうですね。で20グラムぐらい重たいんですけど、その重たい感じは全くないと。はないです。振ってると、はい、そこが絶妙にバランスを取れているというクラブやと思ってください、はい、重さだけ見たら確かにちょっと重たいですけど、そうですね、バランスを見るとそこまで出てないので、うん、それがクラブちょっと短くなって振りやすくなっている部分かなと思います、はい、重いには重いなりの理由があるんですね、うん、ただあの初心者でまだパワーないよという人はこのクラブに行かない方がいいと思います、うんうんうん、キャルベだともう一つソレイユっていう、はい、もう一つ軽くてもっと球が上がりやすい初心者向けの方があるので、ほんまに始めたてでなおかつパワーもまだないよという人はそっちのクラブを見てもらってもいいんじゃないかなと思います、はい、一応パッケージモデルも2つありますから。はい、その辺すごいですよね、キャルベさん。そうなんですね、ザ初心者向けと、うん、ちょっとビギナー感が出てる今回のモデルとしっかり分けてきてはるので、ちゃんと差別化してるのが、そうなんです。あくまでもある程度ゴルフやってきた人でもできるよっていうクラブです。次はアイアン。アイアンでございます。イエーイ。で7番がですね、まあ、初心者セットではないので、はい、ビギナー向けの 789PS、はい、これ全部入ってます。幅広く入れてます、ね、初心者セットだったらこの8番が、ね、基本的にないものが多いので。そうですね、意外とこういうところはちょっとかゆいところに手が届いてる感はあるかな。いい表現ですね思いますね。何番？これ7番です。7番、はい、黒の方、はい、黒の方です。まあ、皆さんすいません、色は統一ですので、はい、ハラミの贅沢うちはできないのでそこだけすいません。コンボで組み合わせとかはすいませんできませんので、あくまでは黒かピンクでになります。じゃあこれも打っていきたいと思います。いきます。おお、めっちゃ上がるな。ああ、いえ、結構上がる。めちゃくちゃ今上がりましたね。めちゃくちゃ上がった。あのスクリーンに当たった時、ウェッジかな思うぐらい上に上がった。確かに以上の上がり方だった。あ、そう。確かに。一応アイアンに関しては、前作のセットと比べてワイドソールになって、はい、より幅広になってるんでボールが拾いやすくなってる。ここも、はい、拾いやすさを意識した改良がされてるんですね。ちょっと見せてください。はい、こんな感じです。おー、だいぶグース効いてるね、うん、そうですね。シャフトの延長線上にヘッドがないという感じです、うんうんうん、シャフトの延長線上よりもちょっと後ろにヘッドがございますので、でもね、あ、これ始まる前に言ってて、やっぱ噛む人は息せなあかんと息を吸ってから喋る、ゆっくり喋る、ちゃんと準備をしてね。え、どういうことですか。そうそうそう、そこ拾わんでいいね。はい、そうなんです、ね、シャフトの延長線上よりも、後方にヘッドがあるので、うん、球を拾いやすくなってます、うん、これ球が上がりやすくなります、うん、そういう効果があります、はい、すごい後ろにフェースあるから、うん、これが球を上げやすくなっているいいポイントですね。そうですね、ハンドファーストに構えやすいですね。自然と確かにそうなる、ハンドファーストでっていう意識ができる。いい表現いい表現私にしては自分で言うなよ。ナイスコンビ。すごい上がるな。おわ、かなり上がりますね。え、ハラミいつもアイアンは男性用？アイアンも男性用です。アイアンも男性用、はい、だから球がちょっと上がりすぎますけど、はい、まあハラミが使うとすごく上がる。まあ言い換えるとだいぶ優しい。確かにどんな方でも結構上がるっていう風なイメージ、これは上がるね、持ってもらえると思いますね。こんな上がると思ってなかったです。確かにあそこの端ぐらいまで当たってますよ ね。それはないと思うよ。そんなに上がってないか。1回目結構上がってませんでした。言って半分ぐらいだね。すいません、とんでもないです。すいません。じゃあ、はい、最後パターですけれども、パターがこれがすごいのよね。そう、ハラミがね、始まる前に言ってましたけど、うん、あ、こんなにいいパター入ってるんですね、うん、そうなんです、びっくりしました。もうオデッセイの王道中の王道、その方7番のヘッドですね、はい、ホワイトホット OG の7番
パッケージ専用仕様にはなるんですが、ツアーでも人気のモデルが採用されている。これだけで正直コスパ抜群ですよね。でフェイスもちゃんと、そうです、人気のホワイトホフトインサートが入っております。はい、はい、私も欲しい。そう、初心者の方だとちょっとパターン馴染みない方はうっと思うかもしれないですけど、めっちゃいいです。で32インチでちょっと短めですね。そうですね、確かに。あ、じゃあ普通に売ったらいいですね。普通に売って、まあ打感とか構えやすいとか、はい、打ちやすいとか入りやすいとか。いきます。ですか、うん、はい、打感どうですか。スルーですか。いやいやいや、打感すごい、ホワイトホットなだけ、うんうんうん、結構なんかパチンと弾き感的な、はい、構えやすいし、うんうんうん、引きやすいし、全部乗せね。もう全部乗せ、本当に全部乗せ。うんうんうん、私今ピン型なんで、こっちの形欲しいなと思ってるんですよね。ああ、なるほど。いや、ネオマレットのね、良さを最初から知れたらもう他のパターンいけなくなるんじゃないって思いますけどね。これめちゃくちゃいいです。なんでずっと無言なんですか。なんかいや、やっぱ二人いいコンビやなと思って。ありがとうございます。で、先ほどのパララなんですが、こちらは色もデザインも一緒ですね。はい、パターはデザインが一緒と。いや、でもこれが入っているのいいですね。いいでしょう、これ。前も言いましたけど、羨ましい。その7番の角型が入っているっていう、いきなり初心者ビギナーでこれが使えるって羨ましい。これだけくれませんかね。くれませんは違うでしょ。早いじゃない、単品の量。はい、ということでレバー、レビューしていただきましたが、いかがでしたか。いや、本当に前作、まあ、2年前なんですけど、うんうん、よりもなんか球が上がりやすくなってるし、うん、打ちやすいし、うん、もしっかり距離も出てたので、ね、すごいいいクラブかなと思いました。ホワイトホットも入ってるし。そうね。ここ大切。まあ、でもほんまに優しくなってるし、うん、まあ、シンプルなデザインになりましたよね。そうですね、前とちょっとあのここのキャディーバッグの部分が違いますもんね。一応アジア仕様のヘッドカバーとゴルフバッグになるんですが、非常にカジュアルな雰囲気になりましたし、だいぶカジュアルですね。で、一応今回のこのレバーのキャッチコピーが、はい、もっと飛ばせてよりかっこよくっていうね、うん、かっこよさもありますし、もちろんゴルフのしやすさっていうのも重視したデザインになっているので、うん、本当に幅広い方に使っていただけるパッケージモデルとなっています。そうですね、うん、なのでね、AI スモークとか、うん、あのフルセットで組むの大変だし、ちょっとお金もかかるからどうなんだろうなって思う方は、うん、ぜひレバーとか考えてもいいかなと思います。お立ち、はい、お値段は、はい、最後にお伝えいたします。、お値段がですね、メーカー希望小売価格159,500円となっています。今時この物価高の時代に、はい、このクオリティで15万円は非常にお得だと。はい、そうですね、普通これを、まあ、AI スモークで揃えるってなったらね、うん、30、40いきますんで、それと比べると半額ぐらいで揃えれるよと、はい、そうですね、やっております。一応10月から好評発売中というふうにはなっているんですが、すいません、ブラックがですね、初版の事情でちょっと発売日未定となっております。ピンクの方は現在店頭にもうすでに並んでおりますので、もしよろしければピンクの方からご検討いただいて、ブラックもあの発売時にはちょっと釣りをいたしますので、ぜひご検討いただければと思います。はい、はい、最後に一言、むちゃぶり。パター欲しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。あとハラミにパター買ってくれる人も募集します。